ありか、サーディピーマイカップ、トモです。いつもトモスターをご覧いただきありがとうございます。タイ語で、新年明けましておめでとうございますは、サワディピーマイカップです。ご存知の方も多いと思うんですけど、新年にタイに関わっている方と、挨拶するにはすごい、いい言葉なので、ぜひ覚えていただければと思います。改めまして、日本語でも明けましておめでとうございます。2020年中は皆さんたくさん動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本当に皆さん のご視聴とかあとコメントとか激励のおかげで2020年、YouTube5 月に始めたんですけど、やめずに続けることができました。本当に感謝しています。ありがとうございます。2021年は、YouTube2 年目ということで、コツコツと動画を出していきたいなと思っているんですけれども、新年ということで YouTube での目標について、皆さんに宣言しておこうかなと思って、今回動画を投稿させていただきます。目標としてはいつものニュースと一緒なんですけど、3つにしようかなと思っています。1つ目がトモスタのチャンネル内の動画の総再生時間が4000時間を超えること。でこれは、先日2020年の収益公開のところでも説明してるんですけど、YouTube で動画に広告がつくのの最低条件の一つが動画の総再生時間、4000時間以上なので、今年はそれをクリアしたいと思っています。あと少しなので、これは直近の目標として、掲げたいと思っています。2つ目がちょっとオフ会をやってみようかなと思っていまして、これはどういうことかというと、まずすごい YouTube ってデジタルな媒体で、なかなかその視聴者さんと、コメント等ではやり取りさせていただくことはあるんですけど、やっぱりこれからオンラインとオフラインのつながりが大事だなと思っているので、新たな出会いの場としても、オフ会として、飲み会だったりゴルフなども主催して、オフライン、そのリアルでの関わりっていうところも今年は持っていきたいなと考えています。で最後に3つ目、でこれは、到達できるかできないかは全然3つの目標なんですけど、自分は目標が高い方がいいと思っているので、これはちょっとチャレンジングな目標として、今年2021年内にチャンネル登録数を、1万人まで増やせるように、それだけの人に見てもらえるような、コンテンツを作っていきたいと思っています。多分テンションとかはそんなに変わらないんですけど、少しでも、皆さんの、お役に立てる情報を、出したり、あとタイの良さっていうところを少しずつ伝えられるような動画を作っていきたいと思いますので、今年1年間ぜひご視聴の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。サワディカップ。